あれ二階堂、おいおい役立たんな、銃構えてただろ。あ、撃った。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日もアニメリアクションしていきたいと思います。今日はゴールデンカムイの1期の第8話ですね、殺人鬼の目、こちら見ていきたいと思います。まあ、前回第7話作装で、一応谷垣とアイヌ犬の竜と、鉄道さんとの決着はついて、鉄道さんは死に、レタラにやられ、白石じゃなかった、杉本じゃなかった、もう名前がぐちゃぐちゃ、谷垣と竜は、アイヌの村にね保護されました、治療中でございます。トリカブトの毒にもやられているしね、まあしばらく安静しなきゃいけないでしょう。で仲間になるとは思うんだけれどもね、で白石は聞き込みというかね、まあ、遊女のところに遊びに行っていたら、名前が牛山だったっけ、あの石頭のやつと出くわして追っかけられております。であいつは止まらないからということで、第一師団の兵士たちを巻き込んで、もうお前らお願いしますという感じになっておりますが、まあ、二階堂兄弟くらいじゃ無理だと思うんだよね。あ、もうすでに兄弟じゃないかも、一人だけだから。このピンチを白石がどう脱するのか、そして、杉本たちは何をしているのか、そして都市たちね、最悪出くわしている可能性もあるけれども、まあ、とりあえず第8話殺人鬼の目、物騒なタイトルですけれども、とりあえず見ていきたいと思います。殺人鬼牛山かな、それとも土方、そう、金塊がね圧倒的に多かったんだよね。そんなのどこに隠れてんの、埋まってるわけでもないだろうし。本当にあるんだろうね。そんなに、ああ確かにね、土方が手に入れれば独立もできるだろうし、鶴見が手に入れれば本州進出もできるだろうし、軍事力で、絶対渡したらあかんね。でも杉本たちが手に入れてもさ、使うイメージ湧かないんだよね。だからこういうのって大体さ、主人公がこう大金手に入れるってあんまないじゃん。まあ、大体によってそういうのって、あの、見果ての夢みたいな感じで、結局見つからなかったりとか、あの、眠らせたままにしとくとか、結局なかったとかあるけども。でもゴールデンカムに関してはありそうなんだよね、本当に。で、見つかんないとさ、話も終わらないというか、梅子も救われないし、落としどころどこになるのか、想像がつかんな。一番妥当なところとしては、とりあえず見つけて、数割もらって持ち帰って、梅子の病院代とか仲間たちの分け前とかにして、あとはアイヌに返すみたいなかな、あの村に。アシェリパさんはとりあえずいらないって言ってるけどね。はい、石頭あれ二階堂、おいおい役立たんな、銃構えてただろ。あ、撃った。あ、でもさすがに銃は効くのね、そりゃそうだわな能力バトルじゃないからな。お、なんじゃなんじゃ、え、誰これ、え、助っ人、牛山派の、ん、やっぱ仲間だよね。もうそんなこと言ってる場合じゃないと。おお、ダイナマイト物騒やね、小樽やば。うわお、物騒すぎるだろこの街。わ、あ、みんな捕まってる。え、なになになに、なんでなんで、牛山が待ち伏せするためってこと、いや違う、なんだ、
なるほど。本当鶴見頭回るんだよね。探偵だよね。コナン君かお前は。あ、銀行。わおわお。当時のはこんな感じなんだね。うん。ひじからの本当の刀？なになになに？入れ墨人皮かと思ったけど。銀行強盗してんのかよ。やべえ。行っていない。本当に探偵。かっこいいな鶴見。それだ、刀。まだ土方って分かってないけどね。おおおおおお、泉の神金貞。おお、見せびらかしてる。ああ、知っとるやな。金貞、歳三の刀やっけ。これでお互い認識したな。えらいことになっちゃったね。花花。お？なになに？手を回しといたのね。んー、すごいね。白石。売れたら。しらしらし。いや、ちゃうね。多分匂いでしょ。持ち物を。あ、そうなの。せっかく手がかり持ってきたのに。うまくいかんもんだね。なんか柔らかい。鹿かな？あ、蛇かな？え、何？は？何？え？何？ケツに刺さってんの？お前よく噛まれるもんな。もう分かってたよ。振りかよ。おお、竜。お、竜やるやんけ。ああ、そうだね、優秀だろうね。湯たんぽとか言われてたけども。ああ、確かに竜も嗅覚鋭いもんね。怯えてたもんな、あのホロケウカムイに。おお、すごい。やるやん竜。白石も。
うん？何これ？したい。おいおい、物騒だな。辺見和夫？え、何？また新キャラですか？覚えきれるかな？どんだけ刃物を使ってんの？辺見和夫、辺見和夫。うわ！おお、バレてた。うわ、まずい。うわ、捕まっちまった。こりゃダメだ。あ、でも白石なら関節外して。おお、ははは。石頭一応刺さってはいるけど。あ、土方。うん、犬にね教えてもらったんよ。おうおう、あー、まずい。脳が揺れたか。うん、うわ、捕まっちまった。うん、なるほど。杉本とつながってるってことはまだバレてないけども、うん、あ、バレた。あ、知らないんだね、珍しく。よく言うわ。うん、あちこちに通じるのか白石は。持ってるよね。一枚だっけ、2枚か。まあ言うと思ったけど、でもまんま信じてはいないだろうな。ん？辺見を殺せってこと？そいつを枯れと。ん？文字？確かになんかこんなあったよね、なんかね。あれ文字なんだ。へえ、殺人鬼ね。地味に声優豪華だよね。うん、それを見てたんだね。あ、目、あ、目ね。もう鉄造さんもだし、もうみんな性癖おかしいよ。いや、性癖は人それぞれだと思うけどね。くじろうために。
うん、殺人鬼の頭なんか思考回路は理解できんか。うん、まあ確かにね、杉本もまあ好き好んで、まあ殺して剥ぎたいわけでもないもんね、本来は。殺人鬼じゃないもん、何やってんのお前ら。海だ。おお、いい海だね。僕山梨県だからあんまり海行ったことないんだよね。ちょっと憧れがあるんだよね。おお、おじさんたちと昨日から、まあクジラ相手ならそうなるか。何せそんなちっちゃい、こんな船でフンペ、あ、クジラかな。うーわ、こんなでかいのによく一日持ってるね。飲まれて終わりじゃねえの、波に。おー、刺さるの。お、刺さったけど、それっぽっちじゃな。まあ、それそうなるわな。やば。これ本当にこんなのやってんの？当時って。いや、まずいね。あ、こいつ。あれだね。普通に漁してるんだ。てか、死ぬには十分な海に落ちてしまった。ん？これ、あ、杉本。冷静だね、杉本。うん。あ、なるほど。飛び込むんじゃない。さすがに無理か。不死身の杉本でも。船ごとね。よしよしよし。大丈夫？あ、まずいまずいまずい。死に方をやっぱり苦しみたいかは分からんけど、入れ墨が、白石は分かってるね。あ、全部分かってるんだ。怪しいって思う？うん、そうだね。あー、優しいね。あー、人殺しの目。殺してほしいの、お前。殺したいだけじゃないんだ。見せてしまいたい。お前の価値、なんか基準がわからん。抗って抗って、はいはいはい、圧倒的な力にやられながらも、もう苦しんで、うわ、もうあがきたいんだ。おいおい、なんか変なストーカーができちまったぞ。うわ、見られてしまった。
ああじゃあ、あまずい。あ見られてはいないか。おお。殺したか。なかなか癖強いねこいつ。ほう。魚で肥料ね。へえ。そんな渡していいの？ああ、力を見たいのか。うん。びっくりした。びっくりした。おい、おい、おい、おい。BGM。完全に好かれちゃってるね。白米貴重品だろうね。ニシン。まあ命助けてもらったんだから、まあそんな怪しくもないわな。ひんなひんな。贅沢。おわしおそま。あ言ってたね、良純ね。たくさん殺したね。杉本の方でもなんか感じる似たものを。それが戦争だからな。もう最高だねお前にとっては。ああ。なるほど。殺されるために殺しに行くんだ。はい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 、なるほどね。それが目的か。だからあのさ、あの輝きと効果音と BGM やめてほしいわ。無駄に豪華だよ。で、めたいこと言うとさ、声優がさ、無惨様じゃん。それが地味に来るわ、なんか。ほんと豪華だよね、声優ね。このゴールデンカムイ。マジで見たことなかったんだよね、全然。こんな、面白いし、豪華だしさ。シリーズ続いてんのにあんまり話題にならないじゃない。なんでなんかな。なんか配信とかがちょっと限定だったとかそういうことなんかな。なんか知る人と知るアニメみたいなイメージだったのよ。なんとなくどっかで聞いたことあるけどみたいな、ゴールデンカムイいいよみたいな。きらめく。ちょっと待って。ちょっと待って。きらめく。普通に考えたら、いい意味というか、綺麗な感じをイメージするんだけども、さっきの見たから。
あれじゃないよね、まさかね、うん、そうじゃないと信じてる。まあ最悪命の輝きとかそういう感じだと思っていい。まあとりあえずあいつはまあさすがに仲間にはならんでしょう。まあ死ぬでしょう。死ななきゃあいつは終わらないはずだから、本当に杉本に殺されるかは分からないけどもね、理想的な死に方できるかは、まあ、最悪第一師団に殺されたりとか、まあ、牛山にでも本当にもうどうでもいい感じに殺されてこんなってなるっていうのもあると思う。まあ、正直声もキャラも嫌いじゃないんだけども、面白いんだけども。まあ物語的にはそんな重要人物じゃないかなと思いますんで、まあ殺されて皮剥がれて終わりかなって思いますね。まあ、ただ、物語があと4話しかないからね、何せ、1期12話で、まあ、やっぱ金塊にはたどり着かんね。2万巻ってとんでもない額のっていうか量のね金塊があることが分かったけれども、この二神番屋編を終えて変態編を終えて、その間に、まあ、谷垣とかが回復するとかそういう感じなんかね、まあ、引き続き今後の展開楽しみにしたいと思います。はい、というわけで今日のカズマックスのアニメリアクション、ゴールデンカムイ1期の第8話、殺人鬼の目でございました。次回第9話、きらめくでお会いしましょう。じゃあね。